簡単に腹筋を鍛えたい人は必見。デッドバグは手を動かすだけで腹筋に100回の効果があるんです。今回の動画を最後まで見ることで今までよりも簡単に腹筋に効かせられてお腹が早くへこむデッドバグのやり方が分かっていきます。たったの20秒です。一緒に頑張ってみましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、デッドバグ腹筋で手を少し動かすだけで、たった20秒で腹筋100回の効果を得ることができるんです。スマートフォンを持ったままできますので、一緒に頑張ってもらえたらと思います。デッドバグは基本的に腹横筋をターゲットとして、息を長く吐いてキープする腹筋方法なんですけども、今回のデッドバグは腹直筋にもしっかり効かすことができます。たった20秒で腹筋100回分です。呼吸をうまく使うことで腹横筋も同時に身につきますので、お腹をへこませたい方にもおすすめです。そして腹直筋を使うメリットとしては、腹直筋が強いとお腹を少し引き締めることができるので姿勢の改善、反り腰を改善することができます。反り腰になってしまうとどうしてもお尻やもも裏の力が抜けてしまってスクワットをしても前ももやふくらはぎが発達してしまって足痩せしにくい、そういった原因にもなります。今回のデッドバグ、お腹をへこませたい、足痩せしたい、その二方にとってもおすすめなやり方になっています。たった20秒なんですけども、しっかり効かせたいって方のためにですね、3セットやってしまうと筋肉痛になるかもしれないので、今回は2セットだけ、たった40秒一緒に頑張ってみてください。それではやり方を紹介します。デッドバグご存知ない方のために一応紹介しておきます。普通のデッドバグは手足軽く広げてバンザイして、体を起こして、この状態で息を10秒間吐いて20秒キープ、呼吸を2回します。これでお腹をどんどんへこませながら止まっとくんですが、今回はスマートフォン持たずにできる方は同じようにバンザイして、ここで手をクッ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 クとね、小刻みに振ります。スマホを持っとかないとできない方は足軽く開いて持ち上げて、手を前に伸ばして上体を起こして手をクッ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 クとね振ります。ちょっとスマホブレるんで見にくいかもしれませんが、一応見ながら手をパタパタさせます。手をこのように振ることで体が少しクックックとね、どうしても手の反動で動いてしまいます。その際にお腹が伸びる縮む伸びる縮むってことを繰り返すので、腹筋運動を早く行っているのと同じことが起きます。これがだいたい1秒で5回ぐらい動かせれるので、20秒行うだけで腹筋100回分という感じになります。クッ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 クとね、これゆっくり動かしちゃうとあんまり体が動かないので、ちゃんとクックックッとね、早く手を振ってみてください。呼吸は同じように10秒間ふーっと細く長く吐いて、一度吸ってもう10秒耐えるっていう感じです。もし息10秒吐き続けれない人は5秒ぐらいでもいいです。息は止めないように吐き続ける、吸ったらすぐ吐き続けるっていう感じでキープしてください。それでは2セットやっていきましょう。スマホ見ないとできないけど腹筋しっかり効かせたいよって方はバンザイしてください。バンザイ辛いっていう方はスマホ持って振ってください。それでは20秒間頑張っていきましょう。少しね、肩がだるくなるかもしれませんが、終わった後にね、少し肩回しますんで頑張ってください。それでは足ちょっと開いて体を起こして、テレビでできる方は万歳で振る、スマホ持ってる方は見ながらしてください。それでは行きます、スタート。息しっかり吐いて手しっかり振ってください。はい、吸って吐いて、どうでしたか。止まっとく分よりもやっぱり腹直筋を使うので、腹直筋強い人はねあんまり効いた感じしないかもしれませんが、2セット目やっていくと効いてきます。それでは行きましょう、スタート。はい、吸って、
お疲れ様でした。どうでしたか？やってみた方、よかったらグッドボタンや感想を教えてください。今肩をねちょっと振ったのでだるくなってると思います。肩をねしっかり上げて落とす。5回、1、2、3、4、5、 OK。 そしたら今度力こぶ作る感じで肘でぐるぐる回してください。5周、1、2、3、4、5、反対、1、2、3、4、5、はい、 OK です。デッドバグで手を振ることによって今のたった20秒2セットするだけで腹筋200回分になります。なかなかね腹筋こうやって1、2ってやるのはね首や腰が痛くなる。できるだけ少ない回数でお腹鍛えたい、お腹へこませる方法なんかないかな。そういった方にはね今回のデッドバグ手を振ることで腹筋を鍛えることができますので、また動画を見ながら何度もやってみてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄から見てもらってリンクのフォローの方もしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。